はい、こんにちは、小林邦洋です。今回は中東クウェート編をお届けいたします。メインミッションはね、私のイギリスのロンドンのパートナーが今別のお仕事でクウェートに滞在しておりまして、ちょっとねこの場では言えないんですが、まあ、とある仕事での打ち合わせ、ランチミーティングを予定しているんですが、これがメインミッションになるんですが、本日はですね土曜日週末でございます。ちょっとねのんびりできるかなというところで、クウェートの街も歩きながら、まあ、何かねいろいろビジネスヒントも一緒に探せればと思っておりますので、ぜひその模様を最後までお付き合いください。このチャンネルは私小林邦洋が月に1回世界一周しながら現地で見たこと学んだこと、こういったことを旅やビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか世界のリアル知りたいという方いらっしゃったら、ぜひポチッとチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではクウェート編スタートです。さあ、ホテルを出ましてですね、まずは街の今中心部の方に向かっております。ちょっとねこの車のタクシーの窓ガラスにラグらしきものが反射しちゃってるんで、そこはご容赦いただければと思うんですが、まず最初にですねクウェートでの1日モスクからスタートしようと思ってまして、クウェート最大級なのかな、グランドモスク、こちら今向かっているところでございます。ちなみにまあクウェートとの接点というか、まあ少なからずクウェートちょっと興味を持ったのはですね、またネットフリックスかよって言われそうですけど、ネットフリックスでエクスチェンジっていうドラマがあってね、それは何かというと1980年代のクウェートが金融危機に陥った時に、まあ現地の女性がねその状況を生き抜いていくと、まあこういうようなドラマだったんですけどね。でその時になんかアラブのようですごい考え方がアラブでないというか、すごい人間臭い世界でね、でしかもやっぱりなんていうのかな、僕も男なんでね、やっぱり中東を旅してるとあんまり女性と当然接点はないわけですよ、イスラム教ですから。っていう中で、ああそういうカルチャーもあるんだななんていうふうに見ながらねちょっと思ったところがあって、そうするとねもう悲しさがというか、まあこれはもう持病だからしょうがないんですけど、現地へ行きたくなるんですよねというわけでですね、まあちょうどそのロンドンからのねパートナーとの打ち合わせもあるんで来たというような次第ですかね。はい。であと今僕はこれねクウェートのタクシーアプリを使ってます。この2024年2月現在はカリームっていうアプリがあってね、これでねタクシーを予約できます。でこれならクレジット決済もできるんで、まあ、比較的気が楽かなというところですかね。そう、ただちょっと苦戦してね、最初登録してたのうまくいかなくて、何個かいじってようやく OK になったんで、カードを変えてね、僕クレジットカード大量に持ってますんで、通常出張にスキミングが怖いんでね、いざスキミングになった時の対策ということでクレジットカードたくさん持ってるんで、手を変え品を変えやってたらようやくうまくいったんですけど、はい、というわけでそんなタクシーアプリも日本の方でもね普通に使えるんで比較的便利ですね。そして今ね走ってますけどどうですかね、まあ街並み見てるとやっぱりまあ、よくある中東の町かなっていうような印象はあります。はい。多分昔はこれが最先端だったんだろうね。でもやっぱりねカタールとか UAE がどんどん台頭する中でちょっと古い感じに見えてしまうのかななんていうふうに思ったりもするんですけど、さあ今日はね今ちなみに11時で、ちなみにランチミーティングはそのロンドンからのパートナー、実はねもうさっきホテルでばったり会ったんですよ。じゃあ後で昼飯ねということで、ひょっとしたら現地の方も一緒にランチミーティングに加わるっていう話なんですけど、そのアポイントが、まあ、午後2時です。アラビアはね昼飯遅いもんね、夜もそうだけど昼もなので、まあ 2,3 時間ちょうどいい街歩きの時間かなというところですかね。ちょうど拡大してみようか、向こうの方にねクウェートの中心地が見えてきたというような形でございます。もともとは中東の金融センターといえばやっぱクウェートだってしたからね。今でこそねいろんな国が台頭してるけど、資源もあるし、さあそんなわけで、まあ、ここはだからクウェートシティですよね、正確にはクウェートシティという名前になるんですが、
街歩きスタートしてみます。ちょっとすごい風だけど見えてきました。こちらがグランドモスクですね。おお、なかなかあれだね、年式感じるというか。外見はこう派手さはないけど威圧感がすごいというか、多分ね土曜日だし、まああんまりこういう中はよほど確認しない限り入らないようにしてるんで、外から眺めるだけですけど、ただちょっとじっと眺めてたいですね。うわ、このミナレットとかいいね、美しいね。なんか今日土曜日でクローズだから違うゲート回れと言われて早速歩かされてるんですけど、まあいいや、散歩がてらちょうどいいわ。まあパッと見治安も良さそうですよね。もちろん油断してるわけではないんですけれども、でも通常レベルで行動できる街のような印象がありますね。結構いろんなところに花もね、お花も散りばめられてて美しいね。あのモスクの中はね今日開放してないんで一番見やすそうな場所に来たんですけど、どうでしょうか。別にあのモスク評論家ではないんですけど、僕もあのいろんな国でモスクを見てきてですね、このグランドモスクよりもっと外の装飾が派手なモスクはいっぱいあるんですよね。でもなんかこのモスクはあれだね、外観見ててもシンプルな中に美しさがあるというか、歴史を感じる重みっていうか、そんなのを感じるなっていうところですね。モスクを見るとね、心が洗われます。とりあえずそんなところで次へ行きましょうか。あれ、そういえばこれあれじゃない、クウェートの証券取引所じゃない。そう、それこそネットフリックスのエクスチェンジでね、証券取引所でこう暴落してあの皆が立ち尽くすシーンとかが結構あったりするんですけど、間違ってたらごめんなさい。今日はさすがにやってないだろうな、土曜日ですからね。こちらブルサクウェイト。おお、じゃああの人たちはこのグランドモスクの前で働いてたのか。僕が見落としてたのかもしれないけど、そうするとまた全然イメージが変わるな自己満足で申し訳ありません。あの一応なんかいくつかマーケットね、スークとかあるんでちょっと行ってみようかなと思います。ちょっとね土曜日なんですよね今日、だから空いてるかは何とも言えないんですけれども、はい、行ってみようと思います。なんかこの辺の壁画もいいよね。これが何の会社かわからないけど、まあ、場所的に考えると金融系なのかな。ね。決してだからね、新しい街ではないです。でも落ち着きがあるって感じだね。さて、続きまして私がやってきたのはですね、マーケットですね。ムバラキアっていうマーケットなんだけど、多分ねこの辺なんだけど、意外とあれですね、土曜日お店は開いてるね。でオープンテラスでなんかくつろいでるクウェート人がいっぱいいるような印象だけど、これは何、ちなみにクウェートとパキスタン。へえ、だってちょっと待って、マーケットどこだ。おお、なんか向こうには白を基調とした美しいスークもあるけど、スークじゃないモスクもあるけど、ああ C 社ね。
この辺がマーケットなのかな。モスク、あ、なんか雑然としてるけど、そう、各国でどうでもいいけど、あのサルワルカミズね、シャルワルカミズがやっぱ微妙に違ってて、クウェートはあれだね、みんな丈が長いね。ここはあれかな、どっちかっていうと衣服関係のマーケットってことなのかな。多分この辺全体が、excuse me, here ムバラキア、ムバラキア、こっちですね。あ、ここじゃないんだ。でも何、ほら生地屋さんとかでちゃんとそのサルワルカミズをちゃんといい生地で仕立てるって感じなんだろうね。見て、メイドインジャパンだって。おお、ジャパン、ジャパン、アイムジャパン。おお、クオリティグッド、わお、すごい、メイドインジャパンだらけ。サルバルカミズの生地って All made in Japan? Oh, really? This is also Japan? Japan. Everything in Japan? Wow! こんなところまで来てるんだ。普通に衝撃受けた。Thank you very much. Thank you. Shukran. すごい。ってことはみんなよく考えたら、今私がすれ違ってる人々みんな日本製を着てるんだ。全員とは言わんけど。これは何、何屋さん、揚げ物屋さん、サモサみたいな感じ。なるほどね。あ、全部そうだ、ジャパン。生地ね、適当に歩いてるとたまには発見があるもんだね。この中なのかな、マーケットは。なんか適当に入り込んでんだけど、ここじゃなさそうだね。ここじゃなさそうだ。ここはなんかジュエリーとか、こういう何、お香関係ね、フランキンセンスとかね。あー、いい香り、すごいいい香り。さて、お目当てのとこじゃないんだけど、ちょっと探そっかな。なんかこのエリア一帯がマーケットなんだね。へー、でも生地か、なんでメイドインチャイナじゃないんだろう。その辺がよくわからないけど興味深いですね。ここはモスクかな、多分そうだよね。靴脱いでる人いるからモスクだよね。ちょっと中には入れないな。なるほど、予期せぬ発見があって面白いですね。もしこの動画をご覧になってる繊維業界の人がいらっしゃったら、当たり前だよって思うかもしれないけど、知らない人には衝撃ですね。ってことはですよ、ってことはこの、まあ、僕も自分のザルワルカミズ持ってますよ、パキスタンバージョンを持ってますけど、他の国で売れんじゃないのって気が今ちょっとしてるんですよね。その辺をちょっと後で調査してみても面白いかなというような気はしてます。本当何も考えないで歩いてるからね。香水屋さんとかが多いのかな、ここ、ね、パーフューム、パーフューム、香水通り、ここ。
急にパーフューム屋さんが増えたけど、さてちょっとどっか場所変えてみようかな。違うとこ行ってみましょう。ネットで検索して、あ、なんかこの建屋はネットで見たな、 Google マップに出てきた。あ、ここが本命なのかな、ね、こういう感じでも、まあ売ってるものはやっぱり子供用の子供服だね、こっちのとか。なんかカフェ、あれこっちのスイーツ系とか、これは何だろう、チャーパーみたいな、あんまりこっちデーツ見ないね。こういう乾き物がいっぱいあるけど、ナッツとか。あ、こういうお菓子ってどっから来てんだろうね。あ、サウディメイドって書いてる、ほら。いや、なんかこの2024年2月現在ですけど、昨日ね僕オマーンにいて、オマーンで聞いたんですけど、飲料系も今あのパレスチナ問題でね、パレスチナというかあのハマスとイスラエルの問題で、コカ・コーラとかペプシがあの不買運動が起きてて、サウジのブランドにすごい置き換わってるって言ってたんですよね。お菓子系とかもチャンスあるんじゃないの。フィリピンとかさ、ああいうところってさ、あのフィリピン人とかがハンドキャリーで持ってっちゃうから、貿易っていう意味で言うとなかなか難しいところがあるんだけど、こういう場所だと意外とね、勝負になるのかもしれない。ほら、有名な話で言うと、昔ドバイの王様があれヨックモックを気に入ったっていう話ありますよね。ご存知かもしれないですけど、それでヨックモックがドバイモールのすごい一等地に出してたなんてことありましたけど、やっぱり何、生地系って意外とほら、まだ中東って言ってもいろんな国あるから、ビジネスチャンスあんのかもしれないですね。そんな気がちょっとしてまいりました。ちょっとこの道をもうちょっと歩いてみましょうか。一本こっち入ったら食材屋だ。あ、肉屋さん。結構グロテスクだからあれだけど、あ、魚屋さんはあるのかな、どうなんだろう。ここはカフェ。ハロー、チャイ、チャイ、ちょっと飲もうか。どうしようかな。あ、チャイ、チャイ、チャイ、メルティー、これだよね、これ。So you're from China? No, Japan, Japan. Japan? Oh. No, no, ni hao. Tokyo, Tokyo. Tokyo. Okay. You can put sugar. Sugar, yeah, okay. Yeah. No, ni hao. Yeah. Japan. 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 Yeah, good, Japan, good. Thank you. And, Yeah, yeah, that's sugar. Thank you. I'm not put hand gloves, this okay, problem. Okay, okay.Okay, thank you very much. Thank you. Chapati, chapati. Ah, chapati, no. No, no. No, no. No, no. Dozaku san magete iroiro urareru kara. Nanka, mattaku, nani, kankei no nai kuni no yoni omotta n desu kedo. Shalwar kamiz ga made in Japan. Dare ga hajimeta n daro ne? Iya, kandou teki. Nante sense no aru hito nan daro. Demoそう考えると、例えば僕が今回行ってたオマーンとかパキスタン、いらないのかな。ちょっとそういう視点で見てなかったんで、今度ねまた違う GCC ね、湾岸諸国とか中近東の国行ったら、生地がどこから来てるかって見てみようかなと思いました。
そう、まさに僕はあの洋服用の生地じゃないですけど、縫製品というか、まあ、カバンとかね、カバンの生地っていうのを今アフリカのケニアに輸出してるんですけど、そっか、中近東まだまだできることあるかも。可能性が今あるとしたらパキスタンかオマーンなんですけどね。別動画ご覧いただければと思うんですけど、オマーンの皇室とも仲良くなったから、ちょっと後でメッセージで聞いてみよう。君が来てんのどこ製と生地、やっぱ楽しいですね、マーケットは。ちょっとこれ飲んでくつろいだら場所変えましょう。さて、だいぶ歩いております。なんかタクシー使うよりも歩いた方がこの街は早いような気がするんでね。この1週間ずっと移動移動だったんで、いい運動なんで歩いてるんですけど、1個だけ気づいたことがあって、横断歩道がほぼ機能しないね。だから道路に飛び出すタイミングが若干難しいなと。今日はね、多分土曜日だからまだ空いてるんですよ、道路が。だからまだいいんですけど、これ平日で混んでるとなかなか大変だろうなというのはあるのと、あとまあオールドマーケット的なねところもあるんですけど、おしゃれなところはめっちゃおしゃれですね。すっごいおしゃれなカフェもいっぱいあったりして、その辺のギャップがすごい面白いなと思ってます。せっかくなんでもう一箇所見ておきたいなと思ったのがですね、ここはスーク・シャルクって言えばいいのかな、こちらへちょっと見てみようかなと。なんかフィッシュマーケットとかもあるみたいだから、一応ね、あ、こっちから入るのかな、私の本業でもあるんで、どんなもんかね見てみようというところでございます。さあどんな感じでしょう。ああ、見てね、フィッシュマーケット左、オークションホールとも書いてあるから競りもやってるってことなのかな。ああでも結構成果物もあるね。でも決して大きい国じゃないから基本ほぼ輸入でしょう。ちなみにちょっと動画は回してなかったんですけど、さっき歩いてる途中でお花屋さんもあってね、お花屋さんも全部ドバイから来てるって言ってたもんね。そして出ましたデーツ。意外とね、産地によって色合いから甘みが全然違うのがデーツのね、先日私もオマーンで学習いたしましたが、多分ここもいろんな産地なんだろうね。ちょっとアラビック文字なんでよくわからないけど。そしてやっぱりこの辺の中近東、中央アジアもそうだよね、ナッツ系はやっぱり何でもあるんだよね。カシューナッツとかね、やっぱこういうのが食生活の主流なのかな。ほら、ちなみにどうしてもこういうの見たくなっちゃうんだけど、プロダクトオブエクアドルって書いてあるからね、多分エクアドルからドバイ経由かなんかで入ってきてるのかな。あ、でも見て、このこれ何、オクラ、クウェイトファームって書いてある。 Come in. Hello. Hello. It's a Kuwait. Yeah. This is. This Lebanon. Lebanon. Yeah, Lebanon. Ah, Lebanon. This Iran. Iran. Yeah. Oh. This Yemeni. Oh, Yemeni. Yemen からも来るの。I see. This Turkey. Turkey. Turko. Yemen 結構流通してんだ。 Okay. Thank you very much. Thank you. Yemen 結構来るんだ。そう、日本は無理だよ。というのは原産地証明書とかがないから多分機能しないんだけど、あ、こっちを左行くとフィッシュマーケットの、ああ、なるほどなるほどね。あ、もう香ばしい香りが、あ、でも結構でかいね。鮮魚が流通するの、これクウェイトで上がってんの。ハロー、 It's Kuwaiti?クエイティ、おお、フレッシュ、あー、 Thank you very much. Thank you. クウェートの水産品ね、こっちの人結構食べるんだ。あー、カニ系もあるね、スイミングクラブね、ブルークラブとか、あとモンゴイカとかね。ハロー、 Is クエイティイラン、あー、OK、 I see、 Thank you。 あ、イランね、
想像以上にイラン、何さっきからだって生花水産両方合わせると出てきた名前イランでしょ、イエメン、スーリーって多分シリアだね、シリア、サウディも出てきたよね。へえ、並んでる魚自体は基本的に一緒ですね、一緒だけどお店によって変わりはないけど、でもパッと見る限りこれほとんど多分確かにあの冷凍魚っていう雰囲気じゃないもんね、鮮魚っていう雰囲気なんで、地場で上がったのがそのままここに流通してるという感じですか。もしくは私ほらパキスタンでね水産品やってますけど、パキスタンからクウェートの競りにかけてるって言ってたから、多分パキスタン品なんかも流通してるんじゃないかなとは思うんですけど、正直なところ言うと日本人が食べたいタイプのお魚はあんまりないかなっていう印象ですけど、あでもほら見てルロイ、ノルウェーのね、今どっか日本の資本入ってるんだっけな、ルロイって、ノルウェーサーモンは来てると。あここはなんかさばいてくれてるのかな、要はラウンドというかその原魚をここで多少切ってくれてっていうことかな。なるほどね、予想以上でしたね、予想以上に。やっぱりそっか、クウェートからするとイランの結びつきっていうのは深いんだね。日本がそのフルーツにしても魚にしても輸入するときっていうのは何かといろいろ大変で、原産地証明書とかね、例えば植物検疫証明書とかいろいろあるんですよ。で商品によってはまず2国間での協定がないとダメとかいろいろあるんですけど、まあイランは正確に言うと GCC っていうね、あの湾岸諸国には入ってないんですけれども、まあ、この辺緩いんでしょうね多分。だからそうイエメンなんかも本当は水産品としてすごい有望な国なんですけど、国が事実上今ほら崩壊してるじゃないですか。だから日本はその原産地証明書とかがちゃんと発行してもらえないから厳しいんですよね。中にはイエメンで動いてる中国の企業がメイドインチャイナとして日本に流通してるっていうのは多少あるんですよ、そういうのはね。なんですけど、いやー勉強になるな。そう中東マーケットっていうのは意外と分かんないですもんね、来てみないと。でドバイはねもちろん僕も何度も言ってますけど、やっぱり前回言ったオマーンとかクウェートとかちょっと主流から外れた国って言えばいいのかな、そういう国行くとやっぱ見えてくるいろんなリアルがあるなっていうのは今ちょっと感じるところですね。はい、船着き場だけど見た感じ漁船じゃないもんね。だからお金持ちがこういうところに船を止めてるってそういう感じですかね。さあもうちょっと歩いて何かあれば取るし、なければお昼行きましょうかね。そんなところです。はい、そうだ、せっかくだからやっぱり一度海は見ておきましょうか。あ、今見えるかな、これ。これは確実に漁船っぽいね。今から出漁って感じかな。クウェートはね意外と涼しいですね、季節的なものかわからないけど。だからだから鮮魚も持つよね。うん、傷まない、傷、まあ多少は傷むんでしょうけど許容範囲で収まるっていうか。パキスタンとかの方がもっと暑いもんね。ちなみに一応今目の前大きい橋みたいなのがあるけど、ここは対岸まだクウェートですからね、この海の向こう側もね。ただもうその海の向こう側のクウェートちょっと越えるとイラク の、 あのバスラっていうね、一時期自衛隊が駐屯していたと思うんですけどバスラがあって、でバスラのちょい先はもうイランですから、中東はなんだろうな、結構国境が入り組んでるなっていう感じはしますかね。釣りしてるよ、確かに岩場で釣れそうだもんね。なんかそう本当ね、意外と湿気もないし外歩いてても気持ちいい天気ですね。若干シミができそう、不安ですけど非常に
気持ちいい週末っていう感じがします。でもちろんクウェートは出稼ぎ労働者が非常に多いですから、インド系の人とか、あとバングラデシュとか、あとフィリピンね、やっぱりフィリピンの人はすごい多いなっていう印象はありますけど、でもやっぱり白人系とかもすごい多くて、なんだろう、表現として適切かわからないんですけど、プチドバイって感じが個人的にはするとこですね。はい、まあ、確かにそう、余談になりますけど、クウェート航空、クウェートのねナショナルフラッグキャリアですけど、フィリピンのマニラとかにも飛ばしてますからね。だからやっぱそれだけ出稼ぎ労働に依存しているというふうにも言えるのかなと思いますが、いきますか。市場の横に面してるこれは何なんだろう。見た感じなんかショッピングモールっていう雰囲気ですけどね。一応ちょっとだけ見てみましょうか。ああ、スーパーマーケットって、あ、こっちか。スーパーマーケットね。ああ、なるほど。すごい久しぶりにおしゃれな場所。おしゃれな場所。ブルーベリーとかね。これどっから来てんの？メキシコだよね。このブランドは。そうだからやっぱクウェートは。予想以上にいろんな国から流通してるんでしょうね。なるほどね。アボガドもね、ほら、プロダクトオブメキシコって書いてあるし。まあこんなところにしましょうか。さて、タクシーでやってまいりましたよ。どのエリアなんだろう、ちょっとよくわかんないんですけど、一応周りの景色をご覧いただくとね、これはモスクかな。そしてさっきまでいたのが一番向こう側のこの高層ビル街ですね。でその手前にあるこれはなんかレストランなのかな、船型の、ちょっと分かりませんが。さあというわけでですね、今日これからランチミーティングです。ちょっとね、企業秘密で何のランチミーティングかはまあ言えないんですが、とある新しいお仕事の話し合いという形ですね。今朝方ホテルではちょっとお会いしたんですけど、ロンドン在住のポールさんと、ポールさんが今クウェート来てて、ここでお会いするというような形です。バベルっていうね、レバノン料理なのかな、こちらのレストランを指定されましてですね、いわくクウェートで多分一番有名なレストランらしいんですけど、景色がめっちゃいいんだろうな、これおそらく。はい、ミスターポール。No, oh, really? Oh, from Harrods. Oh, thank you very much. そう、改めてね、一応こんな感じの素晴らしいオーシャンビューのレストランですね。いやー、これは期待度上がるね。ちなみにスターターとか最初の最初のおつまみですけど、まあさっきねマーケットで見た夏系だけど、 This is interesting. Why with ice? Yeah, well, don't know. これなんで？ He said this is a fresh one. Right, right. 効率系するんだね。なるほど。興味深いランチが始まりました。So you think next year situation will be much much better? さて、だんだんね、レバノン料理来始めて、しまった、フムスにはちょっとパクチーが入ってるけど、これぐらいならいけるかな。で、あとなんかエビの揚げたのとかサラダ、そして What is this inside? Vine leaves, it's rice. あ、これ中米なの。あー Yes. Can I? Thanks, boss. あ、これ何、中がほら
こんな感じになってんだ。へえ、Thank you。しかもよく見たら食べられた先に。まあいいや、いただきましょう。Very good this one。うん、this one。めちゃくちゃうまい。これはうまい。フムス、こういう時なるべくパクチーをかぶんだ。これパクチーじゃないかな。OK。あ、ビタパンみたいなやつね。いいね、レバノン料理やっぱり。ナイス。おいしい。ナイスね。はい、ナイス。すごい、どんどん来るよ、どんどん。なんかもうレバ。This is the signature. ちょっとレバノン料理そこまで悔しくないから分かんないけど、でも間違いなく美味しそうだね。あ、oh, thank you very much。ビタパンみたいなと一緒にね、いただきます。いただいております。そしてメイン来たよ、メイン。It's a feast. This is a barbecue. Ke- Right, I don't know, これは大変だ。Wow. Oh, Mr. Paul, that's a big problem. We have a problem. We're going to need a bigger boat. Yes. Like Jaws. Maybe I will skip the dinner. Definitely. Do you remember the Jaws film where he goes there, they had a tap? I think we're going to need a bigger boat. Sure. これは大変だ。これは大変なことになった。やばい。美味しかったから、あんまりつまみたけするとメインまでいけないわ。これは大変だ。これは大変だ。まあ、let me eat the barbecue. Oh, Mr. Paul. Because then maybe taste is delicious. You can try. Maybe, you can try. Maybe. This one here. めちゃくちゃうまい。やばい。食いすぎて食べれない。ちなみに余談ですけど、まあこのパートナーのポールさんがね、なんでこのレストラン知ってるかっていうと、クウェートのとある大富豪から紹介されたと。どこで知り合ったの、そんな凄まじい、まあ、ちょっと詳しくは言えないですけど、そんな金持ちどこで知り合ったのって言ったら、飛行機で座席が隣だったっつってそうだから、ほら僕のその前動画でね、多分オマーンエア編とかご紹介してると思うんですけど、ほんとね、意外と飛行機の出会いは特に海外でね、日本人はやっぱりどっか遠慮するじゃないですか。海外の方が結構飛行機の座席とかでオープンに話すんで、やっぱ飛行機の出会いはね、意外と海外ビジネスやってると分かんならないな。そう、あの前別動画でも言いましたけど、僕もモロッコのね、とあるエリアの県知事さんと隣り合って、そこからビジネス発展したってことはありましたけど、本当あの飛行機の人間関係、やっぱみんなそこから始まるんだなっていうのは感じながらですね、とはいえこれどうやって食べきろうってところですけどね。まいった、食えんわ。How to finish。 いやー食べた、おかげさまで。まあ、ちょっとこれ企業秘密であんまり言えないから恐縮なんですけど、いい打ち合わせができました。クウェートまで来た甲斐があったという感じですかね。そう、ほんとね、ポールさんも忙しくて、クウェートでこれ帰った後は今度別の仕事でアルジェリア行くって言ってたけど、そうだからイギリス人なのにロンドンで捕まらないっていうね旅するビジネスマンって感じですか。はい、というわけで、美味しいねレバノン料理、バベルさん、仕事にご飯に楽しい時間でございました。この辺でね、私のクウェートの時間、まあそろそろね、また次の旅が待っておりますんで、クウェート実質滞在時間はだから20時間ぐらいなんですよね、僕は。なんですけど、もうちょい少ないか、18時間ぐらいか。次の旅が待ってるのでね、要件が済んだらいつも通り次の旅先へね、旅立ちたいと思います。はいはい、というわけでクウェート編、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また例によってちょっとでも参考になることありましたら、いいねとですね、チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして海外ビジネスにご興味のある方へ、私小林邦弘の LINE アカウントのご紹介です。こちらでは主に経営者、事業主の方へ向けて、 YouTube では発信していない海外ビジネスの情報、こちらをお届けしております。もちろんね、経営者の方だけでなく、これからね海外ビジネス頑張りたいという方も大歓迎でございます。この動画の概要欄に LINE アカウントのリンクつけております。ぜひこの機会にご登録ください。
そして海外ビジネスで、もしくは日本国内で英語を使ってお仕事をしたい、その英語のスキルを高めたいという方に、私小林邦弘のイングリッシュプログラム KBE のご紹介です。 KBE 小林ビジネスイングリッシュ、業界では珍しいビジネス英語に特化したプログラムでございます。しかもですね、プログラムで使ういろんなシナリオ、ホテルトラブル、飛行機トラブル、あとやっぱ一番重要なのは商談ですよね。どうやって交渉を進めていくか、すべてのシナリオ私小林邦弘自ら監修をしております。なのでより実践に沿ったビジネス英語を磨いていただけるのではないかと思う次第です。この動画の概要欄に KBE 小林ビジネスイングリッシュの LINE アカウントのリンクもついておりますので、ぜひご登録ください。そしてこの動画がアップされている現在はですね、無料体験会も受けたまっておりますので、お気軽にご参加いただけると嬉しいです。体験会の参加者には私が自ら作った特典もですねご用意しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして最後に旅好きの方へ、私小林邦弘の YouTube メンバーシップのご紹介です。毎週末ね、メンバーの皆さんとライブでワイワイ盛り上がっております。特にですね、肝は私のこの世界一周の旅、このノウハウを皆さんと一挙共有しようというものでございます。飛行機、ホテル、各地の治安、その他もろもろ、まあ、タクシーアプリなんかもそうかな。最近だとやっぱりエリアエリアでね、いろんな癖があります。その辺ね、私がもう20年近くこの生活をしている中で培ってきた経験を皆さんに一挙公開するというものでございます。さらにですね、毎週私がピックアップした旅ネタの掘り下げであったりとか、旅に持ってきたいおすすめの本、さらにはその週に皆さんからいただいた質問一般ですね、今度どこ行くけど何かおすすめありますか、注意点ありますか、まあ、そんな質問にもね徹底的に答えてまいります。YouTube メンバーシップはこの小林邦弘チャンネルのメンバーになるのボタン、こちらをねぜひポチッと押していただきまして、次回のライブから皆さんのご参加をお待ち申し上げます。今回は以上です。最後までありがとうございました。